こんばんは。4月2日午後7時になりました。第388回のしゃべくり松代でいい番号ですね。はい、ということで今日の松代なんですけれども、今日の予想の気温なんですけどね、22度ということだったんですけどね、ぴったりですね。今日はね、今聞きましたらね、午後2時に22度2分だって22ですね。はい、ということで今日は暖かいというより暑かったですね。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のね、今仕事から帰りましてですね、床見たんですけども、この一面は中国アメリカの鉄鋼関税の汚職案でありますね。この社会面なんですけどもね、今日は4月2日なんですけども、昨日は日曜日だったんで、この新聞にね、決意の春新たな札でということでね、県内で、入社式や辞令交付式と書いてありますね。私も実は午前中ね、辞令もらえてきたんですよ。混んでましたね。ということで、それはどうでもいいですね。はい、ということで今日は、東条あんず祭り実行委員長の相沢俊正さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。弱ってますね。弱った顔してますね。あ、いいですね。はい、ということでね、あんず祭りなんですけども、どこで開催されるんですか。それがですね、はい、東条小学校というのがここにございましてですね、はい、そこからまっすぐ東に1キロちょっと行ったところに須賀という地籍がございます。はい、まあ、その中心で道路沿いでですね、今すでにもうテントを設置してありございますのでですね、すぐは分かりやすいかなと思います。あ、なるほどね。はい、あ、分かりました。はい、ということでですね、場所はまあそこの須賀間なんですけれども、はいはい、開催はいつ開催されるですか。これがですね、弱ってますね。弱ってますあの実際はですね、4月7日の土曜日から16日月曜日までというふうに、こういうパンフレットでもですね、予定しておったんですが、まあ、こういう異常の天気でございましてですね、まあ、非常に花の咲くのが早くなりまして、もうすでに六七分咲きというようなことでですね、昨日急遽準備しまして、はい、昨日から、まあ、開催しております。昨日日曜日だったんです。日曜日、昨日日曜日だったから多かったんじゃないですか。結構ね、大勢お見いただきましてですね。この今のパンフレットは全校配布されたんですか。これはですね、東条地区全校に配布いたしまして、その他に主なったところにですね、配布してございます。ちゃんとね、これ広報しなきゃね、7日に来たらね、あんまり良くねえかもしれないですね。まあ、ちょうどいいですか。そうですね、あの7日はですね、まあ、ちょうど満開かと思います。7、8の土日はですね、ちょうど満開かと思いますけど、はい、まあ、開催、今年も開催されるんですけども、このあんず祭りはいつ頃から始められたんですか。これがですね、平成21年、ちょうど10年前ですね、に開催いたしまして、今年でちょうど10周年ということでございます。これですね、はい。で、これが何ですか。これはあんずの花ですね。これですね、そうですね、あんずの花ですね。まあ、遠くにはね、薄くアルプスも、北アルプスも見えますけれどもね、まあ、非常に眺めがいいところですね。ほぼ満開のところですね、これはね。あ、なるほど、はい、はい。次はどうですか。あ、綺麗に咲いてますね。これはそうですね、これはね、あんず祭りの会場からの上から撮ってるものですね。あ、なるほど。向こうは、まあ、あの岩沢地区でしょうかね、見えますですね。なるほど。あ、次はこれは、これはですね、ちょうどその道路沿いから下を眺めたものでありましてですね、これもちょうど綺麗な形でありますね。これも同じような、ちょっと南へ下ったところでしょうかね。なるほどね。そこから撮ってございますですね。非常に眺めがいいです。で、この10年前から開催していらっしゃるってことなんですけども、その開催した理由っていうのは、やっぱりこう花が今のように綺麗だ。そうなんですね。
まあ、それとですね、うん、やはりあの うちの方の花っていうのはですね、ピンクがかっておりましてですね、まあ、非常に綺麗だというようなことでですね、まあ、あの写真家の方だとかですね、まあ、絵を描かれる方だとか、そういった方たちがですね、まあ、10年前と言わずずっと前からですね、相当お見えいただいてたんですよ。ですからね、まあ、これだけ好評いただいているものをですね、うん、まあ、せっかく多くの人にですね、うん、ご覧いただく機会を設けた方がいいんじゃないかと、なるほど、いうようなことでですね、まあ、開催のきっかけということになったわけです。なるほど、自分たちで見てるんじゃもてねえと、ね、たくさんの人に、ね、見ていただこうということなんでしょうね。わ、かりました。それでこのあんず祭りの主催されている方はどなたなんでしょうか。これはですね、東条あんず祭り実行委員会というものを立ち上げましてですね、10年前に。どのようなメンバーのことですか。メンバーはですね、東条の区長会だとか、あるいは真っ白の住民自治協議会の、はい、部会の方たちだとか、あるいはエコールド真っ白クラブ、それから、まあ、グリーン長野農協さんとかですね、あるいはあの安津村だっていうおやき作ってるところだとか、なるほど、あるいはあの私どもの東条酪農クラブというメンバーが中心になっております。なるほど、でその方がメンバーなんですけど、ね、みんな皆さんでは何人ぐらいいらっしゃるんですか。今ね、30人ちょっとの人が、まあ、参画しております。それでね、先ほどもなんかこのお話あったんですけれども、はい、そのあんず祭りの最中になんかイベントもされるそうなんです。これがですね、今年10周年ということで、はい、特にですね、はい、まあ、力を入れましてですね、まあ、あの地域の皆様方からもですね、ご寄付を頂戴しまして、それで盛大にやろうということで、14、15をメインにですね、まあ、14日の日はですね、ちびっこイベントというようなことでですね、うん、子どもたちを中心に、小学生までですけどもね、ビンゴゲームだとか、あるいは腕相撲大会、それからストラックアウトといったようなものを開催いたしますし、また午後はですね、カラオケ大会ということでですね、まあ、皆さんに喉を自慢をしていただこうというようなことで企画しております。いいですね。それからですね、はい、15日日曜日はですね、まあ、あの直屋マンっていうですね、これは佐久の子ども未来館の館長さんをやられてる方ですね、軽井沢にお住まいの方です。まあ、結構、まあ、有名な方ですけどね、この方にお見えいただきましてですね、親子で、楽しんでいただくステージショーというようなことをですね、予定しております。それで、まあ、まあご案内の通りですね、14、15、いやいや、もうするとちょっと花が、まあね、なくなりかけるんではないかと思われますんでですね、急遽少し、まあ、イベントも前倒ししようというようなことでですね、はい、8日の午後にはですね、バンドだとかですね、あるいはマジックショー、こういったものもですね、開催しようというふうに、企画しております。急遽、急遽は早くされちゃったから。そうなんですよ。まあ非常にですね、まあ苦労したんですけれどもね。そうでしょうね。まああのいろいろご協力いただきましてですね、まあ、そんな形でちょっとパンフレットにはないんですけどね。そうですよね。予定しておりますので、まあお楽しみいただければと思います。こう来てね、急にされちゃった。そうなんです。なるほど。それで今まではどんなイベントされたんです。ここにあるのですか。今まではですね、いろんなこんなイベントをされたんですか。ちょっと画面あれでしょうかね。違うか。これか。はい。そうですね。ここにありますよね。これはあのマジックショーですね。マジックショー。おお。楽しそうですね。そうですね。これはあの去年でしょうかね、うん。来ていただきまして非常にまあ好評でした。なるほど。まあ今年もまあこの方かどうかあれですけどもね。うん、まあ、こんなような似たような、まあ、マジックをお願いできるかと思いますけどもね。はい、これは、はい、これはですね、バンドですね。あれ、これはあの地域の方ですかね。地域の方ですね。なるほどね。まあ、冷やし状のね、うん、方で、メンバー組んでやっていただいている方ですね。なるほど。はい、これはこの方はですね、花笛ということです。珍しいんですね、花笛。私もね、去年初めて見させていただいた花笛なんですね。まあ、中には芸人の方もお見えになりますね。鼻で笛を吹いちゃう、ね。なるほど、はい、この方は。それからこれもですね、マジックショーの、ね、ショーの一部ですね。はい、はい、この方はこれもですね、これもバンドですね。ああ、なるほど。はい、
向こうに山ね、向こうにアルプス連峰の、まあ、眺めも非常にいい場所で、まあ、ステージを行っているということですね。なるほど、いろんな方がいらしてるわけですね、はい、そうですね、はい、その他にもですね、スモージンクだとかですね、あ、なるほど、まあ、あとケイナの演奏だとかですね、あ、なるほど、まあ、有名な方もお見えになりますけどもね、はい、あとコカリナだとかね、スポップジャミセンなんていったものもですね行っておりますですね。あ、はい、あ、そうなんですか、はい、まあ、いろいろなイベントをされるそうなんですけども、この売店もあるみたいなんですよね。そうなんですよ、売店でもいろいろ、売店はですね、そのステージのちょうど前でに、はい、設けましてですね、はい、これが見えてるのがですね、あんずのシロップ漬けですね、はい、あ、シロップ、失礼しました、ドレッシングです、ドレッシングね、はい、でそれとあったのは、それから、まあ、ドレッシング、シロップ漬けももちろんございますしね、はい、これはあのあんずのお菓子ですね。あ、なるほど、あんずかというあるんですね、あんずか、それからですね、はい、出てきましたですね、羊羹ですね、羊羹、それからジャムだとかですね、もちろん、なるほど、ね、それからあと、まあ、あんず製品いろいろ、その他にですね、リンゴの製品だとか、うん、あるいはですね、蜂蜜、それからおやき、おやき、それから、はい、まあ、最近ね非常に有名になりましたね、あんずの おこわというようなものもですね、これはまあ、有名ですね、これは土日限定ですけども ね、またあのお楽しみいただければと思います。甘みと酸味がね、そうなんです、本当微妙に効いててね、最近非常にね好評です、美味しいですよね、私もね何回か、いただいたんですけどね、まあ、これは土日限定ですけども、ぜひ一つよろしくお願いします。そうですか、はい、まあ、いろいろなあのイベントというかされるわけですね、はい、あ、ところでその期間中ですね、その来館者じゃない、来場者、はいはいはい、お客さんはどのぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、まあ、例年ですね、まあ、多い時は9000人ぐらいいた時もあったんですけど、まあ、平均しますと6000人ですね、その期間中、そうですね、まあ、ですからね、1日平均多い時は1000人ぐらいお見えいただく時もありますですね、まあ、あそこの売店の前の、広場がいっぱいになってしまうような、そういう時もございました。なるほど、ええ、目標はその期間中1万人とか2万人とか、まあ、そうですね、2万人までちょっと無理ですけど、1万人ぐらいはねぜひ来ていただければありがたいかな。やっぱりあんず期間中っていうのは10日ぐらいあるですか。そうですね、例年10日なんですかね、今年はね1日から始めちゃったものですからですね、なるほど、まあ、これ2週間近くありましてですね、ちょっとまあその間にですね、まあ、花の状況を見ながら、うん、あの開催時期を判断してまいりたいというふうに考えております。1日1000人来ればねいいですけども、やっぱり土日はやっぱり多いでしょう。土日がね、まあ、2000、3000とかっていう日もあるんですか。いや、まあ、そういう日はないですね。あ、ないですか。多い時で1000人ですね。あ、そうですか。あ、平日はやっぱね、そうですね、少ないですか。2、300人の時もありますですね。なるほどね、あ、そうですか。来館者はここにあるのはこれが、これそうか、いや、はい、これはお客さんですか。あ、そうですね、これはですね、ちょうどあのですね、先ほど紹介いたしましたステージイベントをご覧になっているお客さんですね、大勢の方を見に行っていただいて、このお客さんって前が右側の方が舞台、右側に舞台があるんですね。左側にちょっと見てるのが、これがあの売店をやってますテントですね。ええ、向こうに見えるのが水上山ですね。水上山です。はい。わかりました。はい。次は、次は、あ、これは、これはですね、その広場、前の広場ですね。あの舞台の前の広場で、まあ、無料でですね、お茶の接待という形でですね、まあ、セルフサービス。あ、なるほどね、こんな形でお楽しみいただいております、はい、これもそう、ね、これもそうですね、あ、これもその広場の様子ですね。あ、なるほど、はい、はい、まあ多い時、まあ少ない時はね、ちょっとぼちらやちらという時もありますけ ど、まあ、これですね、そこに見えるのがテントですね。あ、その向こうがまあ山で、まあ雨飾りの一部が見えますけれどもね、ど、まあ、こんな形で、全体の景色ということですね。なるほどね、はい、ところでその、まあ、1万人目標ということなんですけども、はいはい、大体どこら辺
地域的にはどこら辺の方が多いですか。そうですね、あのやはり地元の方が、ね、圧倒的に多いんですけれども、ね、地元ね、ただ遠くからはですね、まあ、東京とか、東京とか、いるんです、そうなの、いるんですよ。あれ東京の方だとか埼玉の方とかね、本当にいや本当ですよ、本当。つい昨日一昨日もですね、愛知県から問い合わせされまして、ね、ぜひ来たいんですけども、ということでですね、まあ、そんなね、全国的に有名じゃないですか、まあまあ、非常にね、最近は、まあ、私どものところも知名度が上がってきましたね。なるほど、はい、おかげさまで、いや素晴らしいですね、おそうなんですか、はい、その知名度も上がってたところなんですけども、その全体では桜何本ぐらい、あんずですね、あんずは桜じゃない、間違えちゃった、約5000本ぐらいですね、マジすいません、いやいや申し訳ない、はい、5000本ぐらい、5000本ぐらいです、はい、ちょっとね間違えちゃったんですけど、いやいやいやすいません、俺あの、ま、地域の方全員の方ちょっとね、まずかって間違っちゃってごめんなさい、最後に一言ね、はい、何かありましたら皆様に、ね、そうですね、お願いしたいんですけど、まあ、今年はね非常に花が早くてですね、私どももう、まあ、開催準備に追われたんですけれども、もう綺麗に咲いておりますのでですね、すでに、ですからまあこれからね、まあ、ぜひ お越しいただきたいと思います。ただあの、はい、先ほど紹介しましたようにですね、14、15、イベントも開催されますのでですね、ぜひお越しをいただければと思います。8日の日曜日はですね、8日もですね、午後開催いたしますのでですね、ぜひお越しいただければありがたいかなと思います。まあそうですね、10周年ということで、そうです、実行委員長さんも力入れているですね、あのこれ成功するせないかは皆さんね、来ていただか いただかないかにかかっておりますので、ぜひ一つよろしくお願いいたしたいと思います。はい、今日はお忙しいということを本当にありがとうございました。ありがとうございました。三田さん、はい、今日は変なこと言っちゃった。まあ、まあ、桜も咲いてるからね。相沢さんに失礼です。あんず桜ってね。あんずそう。あんずなのに桜。いいさ。申し訳ありません。すいません。そういうのもあるしね。はい。ありますね。今度は樋口家住宅、はい、4月1日から、ね、5月31日までってね、はい、八代選定法も廃止されてからね、はい、もうこれでね、5年経つんだよ。そんなに経つんだ。ねえ、我々はそこでやりましたよね、インタビューね、うん、最後の日にね。だからね、これのイベントをね、ちょっと樋口家住宅でね、やります。はい、最終日までがね、やります。31日までやりますんで、ぜひご参加いただければなというふうに思います。はい、はい、次のお知らせは。はい、はい、今度はね、今度は桜。あ、桜ね。桜。はい、桜はね、今度はあれですね、皿崎ゆかりのこちと。しだれ桜っていうのはね、あの西条の方のね、海前寺なんかね、桜がいいですよ、4月14日土曜日ね、9時から、はい、青垣公園集合という形です、はい、それとね、それと合わせてね、真っ白にごにご食堂、ね、子供さんとかお年寄り来てもいいよっていう、伝承館でね、一応やります、11時から2時までやりますんでね、ぜひご参加いただければなというふうに思います。はい、それからもう一つ、はい、お知らせありますね、はい、もう今度はあんずアンズオコアなんだ。さっきお話ししたじゃない。ね、あそこで売るっていうんだけど、今度は売るっていうのよりもね、今度はね、あのお店で食べていただく。スタンプラリーみたいなことやる。いいですね、うん。これやるんですよ。はい。ですね、アンズオコア金松さん、ね、レストラン花屋さん、いかりうどん、ね、麺袋、ね、それからテレマス商家。こんなところで4軒回ってもらうとね、こういう領収書もらって、ハンコ押して、ね、いくらもらえると思います？どのぐらいくるんですか？一応ね、1000円くれるって言ったんだよ。いいですね、共通食事券くれるっていうのは、うん、いいと思いますよ。一杯飲めるね。うん、そうです、そうです。そういう形で、ね、ぜひまたご参加いただければと思います。はい、はい、来週はですね、はい、さあ、いよいよね、はい、春祭り、ね、今度は桜、真っ白城でやります。ですね、はい、今度は実行委員長の、ね、吉川さん来ていただいたり、
あとね青年会議所、うん、あ青年会議所っていうんじゃなくて商工会議所の青年部明かりをねつけるっていうのね、はい、あそれぼんぼり、まあ、ぼんぼりもね、うん昔と同じねぼんぼりをね、うん、そうですね真田、宝物館の近辺から、うん、観光案内所の近辺からね、うんうんはいお城までぼんぼりつけるって、うん、今回また初めてっていう形で、はあ、いいですね情緒、ね、いいよ情緒あるでしょう。昔は有名な方がねそういうあれがなかった時はみんな騒いでねやったんだでね飲むのもね本丸の中で飲めるんです、うん、ですよ、うんはい、大丈夫です、はいはい、で、ね、曲がりよさんにパーソナリティやってもらうっていう形になります。はい、まっすぐ春祭りについてという形で来週やります。はい、はい、それではで来週のしゃべりますとどうぞお楽しみに。はい、お願いします。それそれそれくらい松代また見た。